カロリング帝国は中世前期の西ヨーロッパ、中央ヨーロッパの広大な範囲に存在した帝国を指す四角上の語である。概ねカロリング家の勢力が拡大した8世紀後半からベルダン条約までの期間を指して用いられる。ただし、その指し示す範囲は明確には定まっておらず、視点としてピピン三世紀の即位や終点として ベレンガーリオ一世の死去などが用いられる場合もある。カロリング家のピピン三世は751年に、メロビング家のキルデリク三世を廃して、フランク王位に上り、ピッピンのコカールは774年に、イタリア半島を征服して、イタリア王位も獲得し、800年には、ローマにおいて、教皇レオ三世により、ローマ皇帝としても退官された。 その息子ルートビヒ一世が840年に死去すると内乱が勃発し、843年のベルダン条約でカール大帝以来のハントは中部フランク王国、東フランク王国、西フランク王国の3つに分裂した。定位は中央フランク王が継承したものの、その権威は東西の兄弟国まで及ばなかった。とはいえ、 名目上の全帝国領の統一性は認知され続けた。884年、カロリング帝国はカール三世の下で再統一された。しかし、彼が888年に死去すると帝国は分裂され、以降かつての姿を取り戻すことはなかった。しかもその後継諸国のほとんどでは、地元の貴族が王に擁立され、唯一東フランク王国が、 カロリング家の血統を911年まで継続して保った。なお西フランク王国では893年にカロリング朝が復活し987年まで続いた。その支配の及んだ領域は111万2000平方キロメートルと推定され、人口は1000万人から2000万人に及んだとされる。南辺ではイベリア半島のコルドバ主張国。 824年からは、パンプローナ王国とも接し、北東ではデンマーク、西では、ブルターニュと接していた。そして、東方のスラブ人やアバール人に対しては、これを征服することで、国境線を闘信させていった。また、カロリング帝国は、イタリア全土の領有を主張し、東ローマ帝国やランゴバルド王国系のベネベント、広告と対立した。 カロリング帝国という語は、現代において用いられる、干渉であり、当時この名が使われていたわけではない。帝国の公用語だったラテン語では、普遍王国、ローマ人とフランク人の帝国、ローマ帝国、キリスト教帝国など様々な呼称が見られた。カロリング家の祖であるカール・マルテルは、フランク王でこそなかったものの、王国の救済として事実上ピレネー山脈以北の、 西ヨーロッパにおける絶対的な権力を有していた。彼の時点で、後のカロリング帝国のハントの大部分はすでに形成されており、彼の死後にフランク王国のハントに加えられたのはザクセン、ロンバルディア、スペイン辺境領くらいのものである。またカール・マルテルは、カロリング帝国と中世ヨーロッパの重要な特徴である封建性と、 実力主義体制の原型を構築した人物でもある。これらは彼の息子、孫の代でさらなる改良を加えられていく。さらに彼は732年のトゥールポアティエ間の戦いでイスラーム勢力のキリスト教ヨーロッパ世界への侵入を阻止したという点でも重要な人物である。それまではベルベル人の軽気兵とアラブ人の重機兵が融合した。 サラ戦軍はおよそ腐敗であり、イベリア半島を征服した勢いのまま西ヨーロッパを接見するかのように思われていた。それは、キリスト教世界にまだアブミが伝来しておらず、騎兵力で圧倒的に不利だったためでもある。トゥール・ポワティエ間の戦いでの勝利で、カールはマルテルの称号を得た。歴史家のエドワード・ギボンは、著書、ローマ帝国水防止の中で、 カール・マルテルを中世最高のプリンスと称えた。カール・マルテルの息子ピピン三世は、ローマ教皇、ザカリアスの承認の下で、もはや名ばかりの存在だった、メロビング長の王を排位し自ら、フランク王に即位した。彼が死去し、その息子カール一世の治世が始まったのは768年のことである。当初彼は、弟のカールマンと共同統治していたが、 771年にカールマンが死去してからは広大なフランク王国を単独で支配するようになった。800年、カール一世はローマ皇帝として退官した。ドレスタット・ブローチ・カール大帝の時代、カロリング帝国は西ヨーロッパのほぼ全土を覆っていた。その領土はかつてのローマ帝国を思わせるが、ローマ帝国が9年のトイトブルク森の戦いでの 残敗以降ほとんどライン側伊藤へ進出しなかったのに対し、カール大帝はザクセン人など反抗するゲルマン人を打ち破って国土をエルベ川まで広げ、その影響力は東ヨーロッパ平原まで及んだ。カール大帝の知性の大半は彼自身が率いる遠征に費やされた。774年にランゴバルド王国を滅ぼし、778年に イベリア半島へ出兵したがこれは失敗した。788年にはバイエルンを征服した。795年には息子のピピンにタイアバール遠征を命じ、804年には772年から続いたザクセン戦争を終結させ現在のドイツ北部まで領域を広げた。カール大帝が死去する以前からカロリング帝国は 彼の数人の息子によって分割されることとなっていた。ショーカールはネウストリア王、ルートビヒはアックイタニア王、ピピンはイタリア王となった。しかしピピンは810年に死去し、811年にはショーカールも死しなく没した。ピピンが死去した後には、カール大帝の側近、アーダル・ハルトがイタリアを統治したが、813年になると、ピピンの諸子はエルナルドへ、 イタリア王位が与えられた。カール大帝の息子で唯一生き残ったルートビヒ一世は813年に共同皇帝となり814年の冬にカール大帝が没すると全帝国をルートビヒ一世が継承した。ルートビヒ一世は不安定な帝国の運営に苦しんだ。817年、ルートビヒ一世は息子の3人を新たな皇帝とした。 長男ロタールはイタリア王と共同皇帝、ピピニ一世はアックイタニア王と副帝、ルートビヒはバイエルン王と副帝の地位を得た。しかし、ルートビヒ一世はすでに814年にベルナルドへもイタリア王の称号を認めていたため、ベルナルドはロタールのイタリア王即位を不満として反乱を起こした。ベルナルドは捕らえられ、目をえぐられる刑を受け、 その傷が元で818年に老死した。これを後悔したルートビヒ一世は822年にアテニーの宮殿で教皇パスカリス一世以来を前に残悔を行った。この出来事は貴族たちに対する皇帝の権威を自ら著しく損なうものだった。823年に5歳ユーディトとの間にカールが生まれるとルートビヒ一世は 前妻との息子たちの領土を削り、シャルルに与えようとしたため、ロタールらは反発し内乱が勃発した。830年、ロタール一世は、ピピン一世やルートビヒ二世と共に、父ルートビヒ一世を攻撃して敗因したが、翌年に、彼の兄弟化を恐れた弟たちが、ルートビヒ一世の側につき、ロタール一世は敗れた。しかしその翌832年、 ピピン一世とルートビヒ二世は再び父ミカドと対立して反乱を起こし、833年にはロタール一世もこれに加わり父ミカドを再廃位し、シャルル二世と共に投獄した。835年、カロリング家内で和平が結ばれ、ルートビヒ一世は定位を取り戻した。838年、ピピン一世が死去した。ルートビヒ一世はシャルル二世を アックイタニア王としたが、アックイタニア貴族は、ピピン一世のコピッピン二世を擁立した。このシャルル二世とピッピン二世の対立は、864年のピトル直令まで続いた。ベルダン条約での分割戦最終的に、ロタール一世とピッピン二世の連合に対するルートビヒ二世とシャルル二世の連合という構図となり、両陣営は841年のフォントノアの、 戦いで激突した。敗れた、ロタール一世は、首都のアーヘンに逃れ兵を集めたが、弟たちの連合軍にかなうものではなかった。842年のストラスブールの誓いで、ルートビヒ二世とシャルル二世は、ロタール一世が、皇帝に不適格であると宣言した。ここに、ルートビヒ二世の東フランク王国とシャルル二世の西、フランク王国のカロリング帝国からの分裂が、 決定的となった。後のベルダン条約と合わせて、この古高ドイツ語、ロマンス語で書かれ宣言された、ストラスブールの誓いは、ドイツとフランスの原点として、歴史上の重要な記録であったと評価されている。843年、ルートビヒ一世の三人の息子たちは、ベルダン条約を結び、構想に一旦の終止符を打った。四十三年のベルダン条約で、 ロタール一世は皇帝くらい、イタリア王位、ライン側、ローヌ側間の領土を継承した。この国は、中部フランク王国と呼ばれる。ルートビヒ二世は、ライン側伊藤と、イタリア北部、東部のすべての王権と領土を獲得し、シャルル二世は、ローヌ側伊勢を得た。ロタール一世は844年に、長男ロドビコ二世に、イタリア王位を譲り、さらに850年に、彼を、 共同皇帝とした。855年にロタール1世が死去すると、その国土はまた三分割された。イタリアは従来通り、ロドビコ2世が支配し、かつてのブルグン島王国とコウムル領域と、プロバンス王よサンランシャルルが、残りの地域を次男ロタール2世が継承した。ロタール2世の領域はそれまで特に名がついたものではなかったが、これ以降彼の名を取って、 ロタリンギアと呼ばれるようになる。ロドビコ2世は父の死に際して新領土を得られなかったのが不満だったため、858年におじの東フランク王ルートビヒ2世や西フランク王シャルル2世と同盟した。ロタール2世はすぐに兄やおじたちと和解したが、進化から不人気で抵抗するために兵を挙げることすらできなかったシャルルは逃亡した。 自分に体感させるよう迫るルートビヒ2世に聖職者たちが屈しなかったためかろうじてシャルルの地位は保たれた。860年、西フランク王シャルル2世がプロバンス王シャルルを攻めたが、これは撃退された。その後シャルルは863年に死去し、その領土はロドビコ2世とロタール2世に分割された。ロドビコ2世はアルル、エクス、アンブランの 各種教区とプロバンス王位を獲得し、イタリア王国に併合した。一方ロタール2世は、862年に、自らの離婚に助力してくれた兄ロドビコ2世に、労働を割上した。869年に、ロタール2世が死しなく没すると、その医療は870年のメルセン条約で、ルートビヒ2世とシャルル2世により分割された。また同じ男子がいなかった。 ロドビコ2世は次の皇帝に、ルートビヒ2世の長男カールマンを指名していたが875年に、ロドビコ2世が死去すると、教皇ヨハネス8世の指示を得た西フランク王シャルル2世が、イタリア王位と皇帝位を獲得した。翌876年に、ルートビヒ2世が死去し、シャルル2世は、東、フランク王も平屯しようとしたが、アンダーナッハの戦いで、 ルートビヒ2世の息子たちに敗れた。東フランクは、カールマン、ルートビヒ3世、カール3世の3兄弟で分割された。ルイ3世のバイキングに対する勝利を称えたし、ルートビヒ3との写本877年に、シャルル2世がモンスニ峠を越える途中に死去した後、帝国は北方や西方からのバイキングの侵入や国内での内紛により混乱を深めていった。 息子のルイ二世は、西フランク王位を継承したが、病弱で皇帝位を受け継ぐことなく2年後に死去した。王国は2人の息子によって分割され、ルイ三世が、ネウストリアとフランキア、カルロマン二世が、アックイータニアと、ブルグンディアを継承した。西フランク王に従っていた、プロバンスの、ボソは2人に忠誠を誓うのを拒否し、キスユラブル軍と王国をて独立した。 イタリア王位は、ルートビヒ2世の息子のバイエルン王カールマンが継いだが、2年後の879年に、イタリア王位を弟カール3世に、バイエルンを、ルートビヒ3世に譲った。881年、カール3世は皇帝に即位し、翌年に死去した、ルートビヒ3世とルイ3世の領土を併合した。一方アクイタニアブルグンディアオーカルロマン2世は母祖から、 キスユラブル軍との大半を奪還しつつあったが、884年に、狩猟中の事故で死去し、その領土もカール三世が併合した。ここに、カール大帝以来のカロリング帝国は、カール三世の下で再統一された。転換をわずらっていたカール三世はバイキングから帝国を守ることができず、886年に、パリからの撤退税を支払う屈辱的な講和を結び、 無能をさらけ出した。翌887年に、バイエルンコーカールマンの諸子、アルヌルフが反乱を起こすと、カール三世は戦わずに、内人間に逃れ、退位した後888年に死去した。ここに、カロリング家による定継承は、一旦途絶え、カール大帝以来の藩とは、以降永久に分割されることとなった。カロリング帝国は、数多くの王国に分裂し、 その多くでヒカロリング家の王が立った。アルヌルフは、ケルンテン、バイエルン、ロレーヌ、その他現代のドイツにあたる領域を継承した。西フランクでは、ロベール家のパリハクウードが王に選出された。アクイタニア王に、ラヌルフ家のラヌルフ2世が、イタリア王に、ウンドアフホ家のフリューリヘン教白ベレンガーリオ1世、ユーラーブルグント王に、ベルフ家のルドルフ1世、プロバンス王に、 ご存家の類賛成がついた。ロタリンギアの残りの地域は、ブルグンと広告を形成した。800年頃のカロリング帝国内の主要都市、の人口は以下の通りである。ここでは、教皇によって性別された、カロリング朝のローマ皇帝のみを挙げる。その他のフランク王については、フランク王の一覧、後の皇帝については、フランクローマ皇帝及び神聖ローマ皇帝一覧を、 参照されたい。ありがとうございます。